浅利と申します。6月の25日付に、をもって、新学長となりました。今日は4人の名誉教授の先生に来ていただいて、その名講義、素晴らしい講義を今日はしていただくことになっております。ぜひそのキャンパスの様子をご覧いただきながら、久しぶりに実家に帰ってきたつもりで足を伸ばしてゆっくりとお過ごしいただければと思います。今は2学部さ5学科がよりますが、全体で約6割の方が女性でございます。女子大じゃないのって言われるぐらいに女性の方が増えてきております。今後女子部会といいますか、同窓会としても女子部会を何とか立ち上げたいということで、今本部の方でそれの準備を進めているところでございます。皆様方のご理解とご協力を切にお願い申し上げたいと思います。この麻布大学のブランドというのは、おそらくこの卒業生の皆様方の心の中にあるもの、それが集積しておそらく麻布大のブランドというものになると思います。この今この大学で勉強している在校生が卒業しましたら、ぜひ皆様方成長させてやってですね、この麻布ブランドというのをまた来年は125周年ですけども、また次の125周年に向けて育てていっていただきたいというふうに思います。当時30年代から40年代の初めっていうのは大変相模原にともかく来たんだけど、もう何もないと。あったのは弊社だけど、要するに学生がどういう思いで自分の将来とそれから地元へ帰って何するかっていう目的意識がものすごく変わったもんです。ちょうど1980年代ぐらいは、我々大学の教員も含めて日本ではやっと消毒の概念が出来上がりつつあったと。昔はもう卒業してももう勝手にやれってことで、また勝手にやって当時は作っちゃうな、嘘あったけども、今は教員も、学生もまあ必死だっていうかですね、シビアっていうか。私の専門は心理学なんですけど、これ英語ではサイコロジーっていうんですけど、このサイコっていうのが物質家から来たんですよ。女性が自立していくプロセスが描かれる、だからすごい物語なんですよ。麻布大学応援団演舞を執り行わさせていただきます。麻布ありがとうございました。